アドリアン・ムトは、ルーマニア・アルジェシュ県、カリネシュティ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード及びミッドフィールダー。1996年、地元のクラブチームである FC ・アルジェシュ・ピテシュティでキャリアをスタートさせる。1997年3月15日には、ルーマニアのトップリーグであるリーガ1に初出場し、 プロデビューを果たす。同クラブでは41試合に出場し11得点、多くのアシストを決めた。1998年に、ルーマニアの強豪クラブ FC ディナモブカレストへ移籍し、33試合出場中22得点し、才能の高さを証明する。1999年12月1日に、イタリアのインテルナツオナーレミラの移籍。イタリアでの初得点は、 コッパイタリアでのイ a C ミラン戦であった。渡り1年目はリーグ戦は無得点に終わるものの10試合出場し、カップ戦では計に得点を挙げた。2000年7月1日にはエラスベローナ FC に共同保有の形で移籍。移籍後1年目はカンピオナートの SS ラツヨ戦、SSC ナッポリ戦にそれぞれ重要な得点をし、エースバーリ戦では ドッピエッタを達成した。2年目には1シーズン12得点をマークし、自身は再びセリエ A の上位クラブから注目を集めるが、チームは低迷し2001から02シーズン、終了後セリエ B に降格してしまう。クラブは降格に伴い、ムトの保有権を売却することになる。2002から03シーズンはパルマ FC でプレーし、攻撃の用として活躍。アドリアーノ、 中田秀俊と3トップを形成し、リーグ戦で31試合出場18得点と、私5最高の成績でシーズンを終えた。UEFA カップにおいても4試合出場中4得点をマークする。2003年8月1日には、イングランドのチェルシー FC へ加入し、同年のルーマニア最優秀選手に選出されるなど、順風満帆かに思われたが、2004年10月19日に、 ドーピング検査でコカインの陽性反応を示し、7ヶ月のプロ公式戦出場資格の剥奪と2万ポンドの罰金がイングランドサッカー協会から言い渡された。長期の試合出場停止を余儀なくされ、チェルシーを解雇された。再起後のムト2005年1月31日に、所属クラブを失ったムトに目をつけたユベントス FC が5年契約を提示、ムトは 同クラブと契約する。このシーズンの遺跡市場で新たに外国人選手を登録する枠を使い切っていたユベントスは、一度エース、リボルノカルチョにシーズン終了まで契約させることで、ムットを手元に置くことに成功する。再起をかけ、ハビオカペロ監督の下で地道にトレーニングを積み、翌シーズンである2005から2006シーズンには32試合に出場し7得点を挙げた。 しかし、クラブは、カルチョスキャンダルにより降格を余儀なくされ、主力選手を数人放出することになる。ムットもその中の一人であり、ムットは、パルマ在籍時のかつての恩師である、チェーザル・プランデッリが指揮を取るアッコフ・フィオレンティーナに800万ユーロの移籍金で移籍することになった。加入1年目となる2006から07シーズンは、リーグ戦33試合出場で16得点。 多くのアシストも決め、カルチョスキャンダルのペナルティにより15ポイント勝ち点を減らされたチームをリーグ5位の座に導く。このシーズン、ムットはイタリア全国史のがゼッタ・デロスポルト市の試合祭典の平均点が最高の選手であり、イタリア放送協会やダタスポートからはグッドプレイヤー賞を贈られ、かつての恩師のもとで復活を果たした。2007から08シーズンは、 リーグ戦29試合出場中17得点し、UEFA チャンピオンズリーグ出場権の得られるリーグ4位の座に貢献、加えて UEFA カップでは6得点を挙げ、準決勝を進出に導いた。ルカトーニが去った後のフィオレンティーナのエースストライカーとしての地位を確固たるものとした。復帰後のキャリアを順調に築いていたが、2008年6月6日に、 フィファ特別委員会から約1700万ユーロの罰金をチェルシーに支払うことが命じられる。チェルシー在籍時に解雇理由となったドーピング検査におけるコカイン反応の要請により、チェルシー側が、ムトは契約約款に違反し、クラブ2900万ユーロの経済的損失を与えたと訴えていたためである。その後、スポーツ仲裁裁判所に提訴し、処分は一時保留となった。 こういった流れを受け、2008から09シーズンが、開幕する直前には好条件を提示した AS。ローマと一度はサインを交わすが、プランデッリ監督の強い要請により、当時フィオレンティーナ会長のアンドレアデッラ・バーレが、話を白紙に戻した。このシーズンは新たに加わったアルベルト・ジラルディーノとのコンビでチームの好調を支えたが、代表戦で負った肘の怪我や、その復帰後には、 膝の治療等で長期離脱する。しかし出場すれば、チームに決定的なものを与え、リーグ戦19試合出場ながら13得点している。2009から10シーズンは、リーグ開幕戦のタイボローニャ FC 戦で得点する。多額の罰金問題を抱え、精神的に追い詰められていた状況であったが、チャンピオンズリーグのタイデブレツェに VSC を置いても、得点し、 チームの決勝トーナメント進出に貢献した。2010年1月10日のエースバーリ戦後のドーピング検査で禁止薬物であるシブトラミンが検出され、1月20日のコッパイタリア準々決勝 SS ラツヨ戦後のドーピング検査でも同薬品の陽性反応が出た。この結果を受け、イタリアオリンピック委員会は無途に対し9ヶ月の出場停止処分を言い渡した。 シーズン終了後の6月14日に、チェルシーへの損害賠償の件で、スポーツ仲裁裁判所に提訴していた者は、退けられていたことがわかり、さらに、スイス連邦裁判所に提訴したが、こちらも認められずに5年に及んだ法廷での争いが終わったと報道された。2011年6月23日に、AC チェゼーナに2年契約で加入し、チームトップの8得点を挙げたが、 特典力不足が大きく響いて、再開に沈みセリエ B に降格となった。2012年8月22日、フランスの AC アジャクシを移籍した。2013年11月25日、自身のツイッターで2014年1月から FC ペトロルプロイエシティに移籍することを発表し、14年ぶりに母国復帰を果たした。なお、当初はレンタル移籍と発表されたが、 後にアジャクシオと契約解除し、完全遺跡で加入すると発表された。2015年1月、健康面に問題を抱える、母親の看病のため、現役を引退した。2015年7月30日、ISL の FC プネシ式と契約を結び現役、復帰した。2016年1月に a s a トゥルグムレシュへ、加入し、半年で母国へ復帰する。 2015から16シーズン終了後に2度目となる現役引退を表明した。2000年3月29日のギリシャ戦で代表デビューを果たし、ゲオルゲ8位引退後のルーマニアサッカー界の原因者として注目を集める。ユーロ2008ではチームのエースとして対イ,イタリア戦で得点を決める。2011年8月11日に因子問題で代表から 永久追放された。その後謝罪したことにより、2試合の出場停止を経て、同じく飲酒問題で永久追放されていたガブリエル・タマシュと共に、ユーロ2012予選のベラルーシ、アルバニアとの2連戦で復帰を果たすと同時に、ベラルーシ戦では2得点を挙げる活躍を見せた。しかし、2013年11月21日、2014、フィファワールドカップ、 ヨーロッパ予選プレイオフのギリシャ戦に招集されなかったことに対し腹を立て、自身のフェイスブックで、ビクトル・ピツルカ監督の顔を、ミスター・ビーンの顔に入れ替えた画像を掲載し、再び代表を永久追放された。2018年4月14日、クラウリウ・ニクレスクの公認として FC ボルンタリの監督に就任した。ゲオルゲ・ハジー引退後のルーマニアサッカー界の権威者で、あり、 パルマ FC やアッコフ・フィオレンティーナでの活躍から2000年代のセリエ A 外国人選手を代表する選手である。多くのスキャンダルにも見舞われ、2004年に自らが引き起こしたドーピング問題では、解雇、長期にわたる出場停止処分と自身のキャリアに多大な影響を与えることとなった。2006年には間接的にではあるがカルチョポリに巻き込まれる。 その後のフィオレンティーナにて復活を果たすも、前日のドーピング問題における訴訟や、2010年には、再びドーピング問題を引き起こすなど波乱に満ちた、サッカー人生を送った。プレイヤーとしては、セカンドトップやトレクアルティスタとして、フィオレンティーナを牽引する存在であり、フィオレンティーナのティフォージからは敬意を込めて、フェノメーノと呼ばれた。また、キャリアを通じて、 自らを救った、チェーザーレ・プランデッリとファビオ・カペットの両監督には深く感謝していると語っている。ありがとうございます。